はい。どうも、ドルピです。じゃあ、続きやっていきましょうか。いろんな人と話しかけるフェーズでしたね。よー、ロシさん。ガルグマク大修道院に士官学校が併設されていることを知っておるか？実はだな。はいはいはい。他の生徒たちは教師、護衛の騎士団の者などがいるのだ。あ、みんないるんだ。野外活動の真っ最中。どうだろう、これ前話したな。確かな。じゃあいろんな人と話すか。あ、フェリックス、久しぶりだね。お前が例の傭兵か。お前か。あ、フルモスじゃないんだね。お前が例の傭兵か。確かセズッピと言ったな。セズッピ。あの、イノシシがお前は腕が立つ。ああ。意味って俺が言ってたのね。ん？ちょっと、剣の上を見せてみる。いいよ。あ、新ライドみたいな上がった。落ち着いたらでよければ。うん。ふっ、では楽しみにしているとしよう。お前とならば、いい勝負ができそうだ。あ、支援地って言うんだね。あげてこう。アネットちゃん。久しぶり。アネットちゃん、かわいいな。あ、妖精さん。はじめましてだね。私はアネットで、こっちは親友の。こんにちは。あ、ベンツ姉さん。やめるせです。いやー、かわいいな、やっぱな。よろしくね。まだだよ。そうだな。手術まではまだ時間があるし、これから話してみるつもりだ。あ、え、まだ知らない状態なのだ、あんまり。実はね、え、でもともとそうか。この間入学したばかりで、みんなの顔とは名前は怪しいんだよね。わかるわかる。もうだいぶ前だから忘れちゃったよ。ドゥドゥさん、こいついいやつなんよな。殿下を救ってくれたそうだな。感謝してる。この恩は必ず返す。当たり口を叩く。やめろ。いや。当たり前だよな。いや。いやー、こいつ礼儀正しいし、頭いいのか分かんないけど、いいやつなんよ、とりあえずな。本当な、飯でも振る舞ってやりたいが、時間がないのが悔やまれる。いやー、ルーベンクラスの人たちとはね、また一緒になんかやりたいですね。改めて礼を言わせてほしい。手をかけたのしずぴ。そういえば、あ、そうだ、先ほど地図を見たんだが、剣の村はもう少し東の方にある。ああ、はいはいはい。え、驚く、驚いてみる。嘘だろ。え、地図ではもっと西の方。ああ、こいつが方向音痴なんか。いや、よかったよかった。あとな、夜明けの太陽に向かって歩けばいい。はい。ところで、はい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 。どうだろう。ルーベンクラスの生徒についてだけで、いや大丈夫大丈夫。でも教えてくれんだ。自分の興味を持ってもらえたのは嬉しい。あ、なるほどね。改めて、これ前もあったよな、こんな感じだな。次の機会までに何か話題を。ああ、いや。お前はこの後、九段の村に向かうのだったか。どういう風にさ、繋がっていくんですかね。ダスカー地方のことは知っているか。デルはそこの生まれでな。はいはいはい。寡黙だが優しい。俺の自慢の従者だ。従者ね。実際に話してみればすぐにわかるさ。変わってったよな、従者だけど。フェリックスはフラルダリウス校の着手だ。口が悪いが、根は善人だよ。おう、俺が保証する。分かってんのな、やっぱな。あいつは昔から腕の立つものが好きだから、きっとお前のことも気に入るはずだ。なんか初期のサスケみたいなイメージだよな。俺も彼女とは入学して初めて知り合った。いやー、ルーベン、物腰の柔らかいしっかりした女性だ。ルーベンクラスで優しいやつ多いんよな。帝国王国と各地を転々としてきたらしい。だからかな、アーも落ち着いているのは。
セテス姉さんもいろいろありましたからね。アシ君、ガスパールという城がある。彼はそこの城主である。ああ、あれね、本編ではいきなりね、お父さんと戦ったな。あれ結構きつかったな。あの実直な性格は信頼に値すると思う。俺も友人としていいね、親睦を深めたい。え、それドゥドゥにも言ってくんない？ドゥドゥにも言ってあげな、それ。ルーベンクラッセ一の努力家といえば、アネットちゃん。アネットだな。彼女は本当に優秀。こいつ魔法めちゃくちゃすごかったな、そういえばな。あのひたむきさを俺も見習っていきたい。まあ空回らない程度に。あ、なんか歌歌ってたの好きだったな。シルバーン。ルーティエ辺境博の着手であるシルバーンは、その見ての通り女癖が悪くてな。こいつもな。あんな態度だが。いいやつなんやな。いいやつしか言ってないけど。幼馴染の俺が言うのだから確かだぞ。こいついいやつなんやな。イングリッドちゃん、白の即女なんだが、この子一番好きだったな。腕が立つんだ。ダキスよりはるかに腕が立つんだ。あの真面目さや勤勉さは子供の頃からで、シルバンなどはよく小言を言われていた。シルバンとくっついてほしいよね。いやマジでイングリッドちゃんいいなと思って入ったんよな、最初クラスで。あ、一緒にしてんじゃん、一緒に仲良く。おっと、うちの大将の恩人ってのはお前か。おにぎりよ、機会があれば飯でもおごろう。感謝します。私からも感謝を。お礼したいところですが、すぐ失礼してしまうとか。構いませんか。うん、名前名乗るか。名乗ります。傭兵のセズッピだ。まあ、頭の隅でも留めておいて。ここで別れるのは残念ですが、いつでもまた再会の機会もあるでしょう。まいったな。どういう風に絡んでいくんだろうな。アッシュ君、アッシュ君話してないよね。いや。あ、君が噂の僕はアッシュ。一夜ガルグマクの士官学校の生徒だよ。士官学校のことは知っている。出身ごとに3つの学級があるんだけど。知ってるけど、知らないって言っとこうかな。教えてくれそうだし。うん、そっか。そうなんだよね、アシ君も平民なんでね。平民ってあんまいないんだけど。いいね。さあ、ハンネマン。ハンネマン、こいつ面白いんだよな、モンショオタクな。我が輩はハンネマン。名前もいいよな。士官学校の教師だ。君の話は聞かせてもらった、感謝するよ。それでは一つ確かめてほしい。出た。確かめさせてほしい。単刀直入聞くか、紋章持ってるかね。紋章持ってないのかな。いや、でも持ってそうだけどね。紋章ってなんすか。つまりだな。血に宿る力。もう関係なくなんか、特殊な能力持ってるだろうね。あの見るに調べたことはなさそうだな。まあでもなんかねえ、変なのいるしね、体の中にね。マネーラだ。マネーラおばさん。あ、いきなりの大騒ぎで怪我した人の治療だ。なんだか食べれちゃったわ。当ててみせるわ。わかった。あなたはズバリ私の族の手から守るために現れた流浪の騎士様ね。乗ってみるか。気遣えちまったら仕方ないな。俺はせず何を隠そう。ああ恥ずかしいやつだね。私はマヌエラ、士官学校の教師であり医師であり歌劇団の歌姫。あ、そうだったね。ただの寂しい女。こいつもいいキャラだったよな。お前とも話してるか。死ぬかと思いました。旅行気分で行けって先輩には言えたんですけどね。かわいそう。最近の子は強いですよ。じゃあ、エーデルガウトちゃんのとこだね、これね。先に話すか。感謝するわ。いやー、てかさ、前回思ったけど、
エーデルガルトとディミトリが話してるとこいいよなぁ。ねえ、いろいろあったからね。どうしてもあなたに言っておきたいことがあって、あなたの今後の身の振り方の話を。もし目的を達した後行く当てがないなら、ぜひ帝国で雇わせてほしい。いかがかしら。うんうん。好待遇。好待遇だろうね。理由を問う。すごいなんかね、有効的だな。話は変わるけれど。まだまだ、アドラークラスでね。いや、本編ね、やってないですからね。アホしかやってないですからね。いや、でもキャラはすごい好き。全く物おじしないのね、あなたは。これでも私は帝国の皇位継承者なのよ。皇位継承者。まあ、自分の思い通りに人生が進まないという意味では、あなたの方が自由なのかも。なんとも言えないですね。彼は私の長女。ルーベルト出た、陰キャ。貴族でありながら領地を持たないベストラ家のことは知っている。ベストラ家。信頼に欠ける人だし、私への忠義も熱いから。うん。きっとあなたには感謝しているでしょうね。ヒュメルト。ヒュメルトには気に入られたいな。なんとなく。彼女は出た、おっぱいちゃん。アールノルト。ドロティア。帝国の誇る歌劇団の若き歌姫。だったはずだけれど。うん。何の理由があってか、急に。なんか理由あるんだっけ。でも、不思議な魅力を備えた人。この辺わかんないよ。この辺わかんないわ。あ、出た。フェルディナントなんちゃらなんちゃらだみたいな言うやつね。実物を見た方がわかりやすい人だから。こいつ面白いよ。という自負が彼を優秀たらしめると同時に面倒くさくもしているのよね。うん。名前忘れちった。すごいフルネームで挨拶してきて。あ、引きこもりだ。部屋に引きこもって参加していない子がいるの。あ？あ、いないの今。今いないの。あなたも。もし会うことがあれば驚かないで。大声とともに走り出す。ナデッタ可愛いよね。出たカルパス。カルパス。継承権がないから身一つで頑張ろうとしているみたい。その方向はブー一辺倒のようだから、傭兵のあなたとは気が合うんじゃないかしら。まあこいつもいいやつだったよな。確か。ペトラちゃん。帝国の出身ではないの。その西方の海に浮かぶブリギット諸島。懐かしいな。とても勤勉で腕も立ち、好奇心も旺盛で。よかったらあなたの話も聞かせてあげて。いい子だったよな。ターザンみたいな喋り方してたよな。あんま覚えてないけど。出たリンハルト。リンハルトはね。とても頭がいいのに。それを役立てようとは思わない人って、リンハルトはまさにそれよ。ああ、こっち天才なんよね。ことはできないけれど、期待してしまうわね。リンハルトはですね、別の学級だったんだけど仲間になったんよね。うん、何かと一緒になんか行動してて、最後は一緒にいた気がするな。こっちは。ドルテア可愛いなぁ。メテちゃん寝てた傭兵かしら。私はドルテアっていうの。士官学校の話を聞いたのよね。ここには今年の生徒の大半がいるのよ。アドラクラスやペルちゃんって子だけが不参加で。はいはいはい。あ、怖いよな。怖いよなぁ。やったな、ヒューベルト。秘伝が偶然出会ったという傭兵ですか。ふむ。礼を言います。いささか気になることがあり、気になることはありますが、我が主を助けてくれたのは事実。感謝しますよ。本当に感謝してるか聞く。いいね、これ。そうか。気になることってなんだよ。こちらの話ですよ。もちろん感謝してますと。なんかね、こいつ面白いんよな。雰囲気いいよな。出た。フェルディナントなんたらカンチャルだ。君が族の頭目を打ったという傭兵か。な、漢字が読めないか不安。
フェルディナント・フォン・エーギル。ちゃんと言ったね。あ、そう、エーギル家か。そうだそうだ。作詞。たまたま知っている。たまたま知ってるんでしょ。何うん、確か。待ちたまえ。帝国のエーギル家だぞ。いざ参る。いざ参る。参るな。あ、リンハルト。おい、リンハルト起きろ。あ、そうだ、寝てるやつだったね。盗賊の襲撃で眠れてないんだ。あ、今これ夜明けなのかな。みんなもう無理。ん、誰かな。な、乗るか。俺はセズッピーだ、よろしくな。その盗賊騒ぎに巻き込まれて、お前らのややつに来る羽目になっただけのただの傭兵だよ。なんか主人公喋んの違和感あるね。前回喋んなかったからね。俺追いかけて賊をぶちのめしてやればよかったぜ。リンハルトあんま喋んないね。なるほどね。で、喋ったかな。喋ったね。喋ったね。さあ、ありがとな。クロードのとこね。いや、さっきありがとな。お前に出会わなきゃどうなってたことやろ。フルボスじゃないの残念だな。まあまあまあ、でもいいか。報酬の件なのが、アロエスさんから、グーチ勝手に払うのは、光るの言われてな。教団としてまとめて対応したいらしいんだ。なるほど。信用できるのかと。うん、な、信用できるのかな、わかんないよね。聞いてみるか。アロエスさんっていうのは信用できる相手なのか。なるほど。まあ、アロエスは信用できるな。お前が俺たちの恩人ってことには変わりない。みんなお前に感謝してるよ。いいね。どうだ。ヒルシュクラッセ。そう、ヒルシュクラッセか。ちょっと名前思い出せなかったわ。おっと、俺か。俺としちゃお前の方が気になるぞ。もうなんか言い回しがいいよな、クロードな。お前に目的がなければ女の子好きそう。ガルグマクに来ないかと喜びさんで誘うんだな。女の子が好きそう。切れ者だよな。出た。ローレンツ。真面目そうなやつだと。こいつ好きだったな。一緒には戦わなかったけど。片っ端から女の子に声をかけて回って、どうやら認識を改めなきゃならないようだ。こいつもいいキャラしてたね。あ、出た、ヒルダちゃん。一人娘でね、花よ鳥よと甘やかされて育ったみたいだな。この活動でもその怠惰っぷりを遺憾なく発揮して他の連中を働かせてたよ。ヒルダちゃんね、なんかね、あの DLC で一緒に戦った印象が強いな。こいつパワーキャラなんよね。斧振り回してる。なかなか強かったな。DLC の4人も出るらしいですね、そういえば。出たラファエル。すぐに人の筋肉についていろいろ言ってくるのは困るが。筋肉だるま。けど、商人だった両親を事故で亡くして。あ、そうなんだ。いろいろ大変なんだそうだ。知らなかった。でも明るいキャラだよね。出たアリシティアちゃん。扱いしない方がいいぞ。さっきついやったら。激怒されちまった。だが今年の生徒の中じゃ最年少なんじゃないのか。困った貴族のお嬢様だよ。あんまわかんないや。あ、出た。イグナーツは外が好きみたいだな。懐かしいな、いたね、イグナーツね。きっとあいつだ。商家の次男で騎士になるとか言ってたが、親の意向かね。向いてるようには。マリア、ああ、いたな。エドマンド辺境博の娘ってくらいしか知らないんだ。すごい陰キャね。ここでも。でもなんか他の生徒と交流しないし、どういうやつなのか気になっちまうよな。あの3年後とか可愛くなってたよね。マリアンヌは結構好きだな。レオニーは妖怪になりたいって言ってた。いたいた。きっとお前の話にも興味津々。あれね、ジェラルトに憧れ持ってる人だった気がする。ああ、お前も節約が趣味だったりしないよ。節約。節約家はアッシュ君だな。
え、よ、あ、待って待って。あ、話しかけないと。こんにちは。ボタンやば、はち切れるで。見かけねえ顔だな。別の楽器のせいとか？あ、もしかして例の傭兵さんじゃありませんか？名前確か。名乗りますよ。ヒズピーでよろしくな。お前たちは誰の学級の生徒なんだ？いいぞ。ヒルシークラス。俺たちはただの平民だけどな。レスターの土地柄なのか他の学級よりも平民の生徒が少し多いんです。ああ、そうだったかもね。お願いします。今平民ですよね。何かあったら気軽に声かけてくださいね。うん、いいやつ。何か用ですか？あの。大丈夫か？怪しいものじゃありません。ズッピです。貴族の指定に、おうって何か悪いことを企んでるわけじゃないでしょうね。ああ、否定しますか？否定しない。助けたのは成り行きだが、傭兵としては貴族に思うって言って損はないよな。確かに。マリアのこの人のことをどう思います？信頼できそうですか？頑張れ。私忙しいので。出た。忙しくなさそうだよ。出た、ローレンツ。君か。クロードを助けるとは余計なことを。とはエレッサを代表する貴族として、平和言っておかねばなるまいな。聞き流す。まあ、聞き返すか。聞き流そう。それじゃあ、また。待ちたまえ。今傭兵ならばこの僕に顔を打っておくべきだぞ。なんせ僕は、ローレンツ・ヘルマン・グロスタールだからね。ああ。えように。あんたならクロードたちを助けた凄腕の傭兵ってのは。実は。そうだよね。ジェラルトに憧れてるもんね。他の道を進める。応援しましょう。じゃあ、いずれ俺の後輩なのか。楽しみだ。かけながら応援しておくよ。ありがとな。頑張れ。あ、ヒルダ。ヒルダちゃん。あ、なんかすごい、久しぶりに見るけど、ヒルダちゃん可愛いよな。すごく連れて引いてたから、山のような大男かと思ってたわ。あー、これなんか、あれ思い出すわ。ベルタザール思い出す。バルタザールか。正直、がっかりだな。どっちの方が好きなんか。ありがとう。多分、バルニーのこと好きなんだよな。多分な。どうも。あ、モブ顔してんな。どうかな。覚えた。はい。じゃあ、多分、これ、このフェーズがあるってことは選ぶのかな？やっぱね。あれ？アルスどこ行った？あ、こっちか。住んだよー。組長たちとの話を済んだのか？本国を立ちたいと。不安がこれ、それは困る。実は記念に降りって頼みがあってな。聞いてもらえんだろうか。え？何この、やだ。ごめんって。いますよ。すまぬ。この通りだ。何？貴殿はルミール村に逗留しているというジェラルト傭兵団に会いに行くと聞いた。だがそこを曲げてどうか。なんで？ガルグマク大修道院に来てもらえぬか。なんで？いや、だが。貴殿の多大なる働きに対して。この野営地で用意できる報酬はわずか。もう野営地じゃねえ、無理だろうね。だが大修道院に戻れば相応の礼ができる。礼をさせてもらわないと我らも困る。その肩パッドください。実はあまり大きな声では言えんのだが、こたびの件は結構な不祥事なのだ。そうなんだ。士官学校の生徒、まあそうか。しかも各国の重要人物である宮長が教団の失態により孤立し、盗賊と刃を交える羽目になったなど、公になれば大問題と。まあ危ないよな。故に貴殿に十分な礼を支払った上で、決して口外しないという誓約書を。誓約書。それはもう礼というより口止め料だ。そうだね。まあまあまあ。
言うだけマシな気にするけどね。おー、という同僚もいてな。同僚私も立ち場所、このまま貴殿を解き放つことができんのだ。ここは一つ、諸事情に鑑みてガルグ幕に行くことを承知してはくれまいか。なんかやっぱ裏を持ってなくていいやつっぽいよな、アロイスってな。脅迫だね。善人のように見えてなかなかにしたたかな男じゃないか。いやまあ善人だよ。善人よ。どうする？君の目的からは随分と遠回りになってしまいそうだ。行くしかないだろう。諦めていく、納得していく。まあまあまあ諦めていきましょう。納得はできないが諦めるしかないか。とりあえずガルグマクには行く。なるべく早く終わらせてくれよ。いや、ガルグマコに住みます。すまん、すまん、まことにすまんが感謝する。すまん、あまりの申し訳なさに胃が痛くなってきそうだ。胃がいいかもしれんな。まあさっきも思ったが、アロイスさんのそれ、え、なんかダジャレだった？それは口にしてはいけない。あ、胃が…胃…胃が痛い、胃が…いいことがあると。僕も知っているんだ。ひどいな、アラルバ。ん？それとはどれのことだ？もう素、素で言ってんだね。そのいかつい鎧、着こなしてるのがすごいと思って。それはそう。肩絶対ぶつかるやろ。良き目の付けどころだな。この鎧には、語り出すと長くなる、深くも、重い、重い出があってだな。そんなの知らないけど、なんかダジャレが挟んだ気がする。ダジャレが挟まってる気がするわ。ガルグマクに連行されるように連行同情するけれど、私としてはあなたを勧誘する機会が。めっちゃなんかめっちゃさねえ、お誘いすごいじゃん。おいおい、連行って言い方はないだろう。ま、本当よ。道中気楽にやろうぜ。気楽にやろうぜ。エイチに誘ったのが俺たちである以上、こんなことを聞くのもはばかられるが、本当にいいのか。大事な目的があったのだろう。本当だよ。騎士団の要請を断りがたいのも理解できるが、選ぶ権利がないわけではないんだぞ。選ぶ権利なかったんだが。もう決めたと答える。無理だと答える。まあまあ決めたでいいか。まあ仕方がない。これも腕を上げるための機会と割り切る。おお、いいね。そうか。潔いな、お前は。ならば俺からはもう何も言うまい。はい、あとナーディミ。さてと、おしゃべりは終わりにしてくれ。大修道院へ向け出発。お前が最初に喋ってたんだが。じゃあ行きますか。元はといえば、俺が強く誘ったせいだな。お前の邪魔をしちまうことになるとは。あ、クロードもいいやつだな。分かった。この借りは何かの形で返させてもらうぜ。株を一人で株をあげる男。じゃあ期待しときますか。ありがとな。期待して貸しておくぞ。おーい、何をしている。置いていくぞ。うるせえ。行きますか。しかし、皇女、王子、名手の嫡子、とんでもない相手と出会ったものだね。すごい三人よな。実に興味深い若者たちだ。君は彼らをどう見る？うわ、なんだこれは。じゃあディミからかな。こっちをたびたび気遣ってくれるし、民思いの優しいようになるんだろうな。あー、まあね、なりはした。なりはしたね。ずいぶん俺のことを評価してくれるよ。本当に気高そうな割に傭兵風情と見下さないし、なんか逆に裏がありそうよね。気さくだし、いい意味で貴族っぽくないな。仕事をするにも楽そうだ。楽そう。これはまた楽観的な見方だね。相変わらず君は楽しいな。いいね。さて、いい考え方だね。そろそろ行こうか。皆が待ちくたびれているよ。行きましょう。いやー、なんか話してるだけで楽しいわ。